にちは、ワールドリエダスです。今日はですね、じゃじゃん、こちらラクシーの9月号を開封していきたいと思います。イエーイ。いつもね、郵便で届くんですけど、今回はヤマト運輸で届きました。だからかな、なんか重い気がするし、分厚い気がするのは気のせいでしょうか。でもね、私的にアッププラスビューティー定期便が当たりだった時はラクシーは外れだったっていう、なんか自分の中の勝手なあれがあるので今月どうかなっていう感じなんですけど、開けていきたいと思います。今月のテーマは30 days ケア、30日のケア。夏の日差しをたっぷりと浴びた後は毎日のケアを、30日後はきっともっと輝く私に出会えるはず、ということで早速見ていきたいと思います。まずスキンケアセレクトの人が入ってるやつから紹介しようかな。エティーモブライトモイスチャーローション、お化粧水が入ってました。これがスキンケアセレクトの、私は乾燥肌を選んでるので乾燥肌用のお化粧水が届きました。シルクフィーブロインっていう保湿が入ってるものみたいなんだけど、ほのかに香るホワイトフローラル。まあお化粧水はね、今なんか化粧水難民みたいな感じで、何の化粧水がいいのかなんか分かんなくなってきちゃったっていうのがあるんですよ。なんかいろいろ使ってきたけど、なんか結局何が良かったんだろうみたいな、なんかスキコンを超えられる化粧水あるのかなみたいな感じで今迷ってるので、化粧水はありがたいです。メイクアップ中心の人には、なんかこの可愛いハート柄のね、チークが入ってたみたいなんですよ。これ欲しかったな。これ超可愛いよね。ちょっとメイクアップセレクトの方が羨ましい。どうしよう、来月からメイクアップセレクトにしようかな。結構スキンケアセレクトで結構長いことやってきたから、結構今化粧水とかも溜まってきてるから、メイクにしようかな。あれ、なんか前も入ってなかった、デジャビューのラスティンファインクリームペンシルピュアブラウン、これ前も入ってましたね。パンダ目にならないクリームペンシルタイプのウォータープルーフのアイライナーなんですけど、これすごい掛け心地が良くて、うん、でもやっぱ私はリキッド派なのであんまり使ってないけど、クリームペンシルにしては落ちにくいし、にじみにくいし、すごい描きやすくて私は好きでした。これね、使えますよね。でもこれ前も入ってたね。だからちょっとなんかわーみたいなのはない。で、多分ラクシーに入ってたんだよね。アッププラスじゃないよね。でもね、何に入ってたかもうわけわかんなくなってきちゃってるんですよね。タイオーバスソルト、ゆず風呂、癒しの湯のゆず風呂が、あ、私ね、ゆずの香り好きなんですよ。チビタスがいるから入浴剤ってあんま使わないんだけど、なんかゆっくりしたい時に使おうかな。次でもう最後です。じゃん、こちら。ベルサイユのバラのナイトトリートメントマスク、夜のご褒美ケアというのが入ってました。これはね、パックが30枚入ってるから、それこそもう本当に30日のケアっていうテーマに沿った感じですよね。なんか夜用らしくて、ハーブの香りがするんだ。ちょっとこうリラックスもできるよみたいな感じなのかな。マスクね、だから分厚かったんだ。なんか一つ一つがこうなんか大きいものだからなのか、ちょっとこう品数が少なくて寂しいような感じはするんですけど、しっかりボリュームのある商品が入ってたって感じはしますかね。ちょっと私は来月からメイクにしてみます。ちょっと化粧水系とかパック系が今溜まってきてるので、まあいっぱい頑張って使ってレビューをしていこうと思います。ではでは、次のラクシー10月号のボックス、何が入っているかっていうところなんですけれども、乙女心は目で語れということで、大切な人とつい語りたくなる秋には何か言いたげな魅惑の目力を演出、きらめく瞬きにはきっと誰かを虜にするはず、ということで、私の予想としてはメイクはキラキラのアイシャドウとかが入ってて、スキンケアの方は目元の美容液とかが入ってるのかなって思うんですけど、ちょっと私は来月からちょっとメイクにしてみるので、またちょっとそこで何が入るのか楽しみにしていきたいと思います。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、10月分のラクシー気になるよっていう方は9月末までに申し込みしていただくと10月分から購入することができますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイ。